先輩、検査の結果、肺がん。ワン人科へやり残したことがあるんだよ。さっき、ロックだよ。夢を諦めきれない余命半年のジジイと。昨日何してた？お母さんいっぺん心配しとったんだよな。セックス。誰と？バンドマンだけ。バンドマンだけはやめとけ。本気なの？彼と一緒に東京行くから。バンドマンに恋した孫娘。お前うちの孫に何すんの？あ？おい、ロックで勝負だ。俺たちデッドマンズがお前らの曲を全部奪ってみせる。やれるもんならやってみろよ。お前に最高のロックを見せてやるからな。何これ。ダッシュ、お前調子はどうだ？ビリーはどうだ？最高。ビッグ、お前は？ああ、最高。最悪。もうこんなんで勝てると思ってんの？絶対無理でしょ。もう。アシェ、練習始めみ。行くぞ。ワン、ツー、スリー、フォー。Thank you. すごい、かっこいいよ。Yeah. 私その歌好きだな。マジ歌いに。いいよ、私歌だし。せ大丈夫って。My love. 誰かが言った。真のロックは沖縄にありと。これは団塊の世代から若者たちへ熱いロック魂を引き継ぐ物語。ライブ頑張ろうね。三井マカチオケ一番近くで最高のロック聴かせてやるからな。今の子供たちが今日何を目指していいか分からないというのがあるとすれば、早く好きなことを見つけてそれを一生懸命やれば将来に対して希望が持てるんじゃないかと。音楽でも何でもいいんですけど、この映画としては音楽を追求して自分の人生を豊かにして、早く生きがいを見つけて夢を叶える、家族間のコミュニケーション絆を深める、この映画を通してそれを感じていただければいいかなと思います。例えば、まあ、こういうこと言う人がいるんですよ。まあ、例えば僕、死ぬまでロックやるよと言ってたら、その人が、いや、僕ロック、天国行ってからもロックやってるよとか言うぐらいの、そこまで情熱があるんですよ、みんな。